2フッカクリプトンは、最初に発見されたクリプトン化合物である。揮発性の個体である。分子構造は直線型で、クローネ F 間の距離は 188.9PM。強酸と反応して、KRF とニクローネ F 酸化チオンを形成する。2フッカクリプトンは、放電、光化学、放射線照射、ホットワイヤーそして、プロトン照射を含めた、 いろいろな方法で合成される。二ッ化クリプトンを合成した最初の方法で今まで報告された中で唯一のテトラフッ化クリプトンの合成法であった。放電法では圧力40から60通るかでフッ素クリプトンイコール1、1から2、1の混合気体にアーク放電することによって合成する。この方法での生成速度は低く約0 2 5ム h である。プロトン照射による二復化クリプトンの最大生成速度は約 1gh である。この方法でフッ素とクリプトンの混合気体に照射されるプロトンビームは10メブのエネルギーレベル約 133k の温度で使われる。このような粒子線を用いた方法では比較的多量の二復化クリプトンが短時間で生成する。 ただしこの方法を行うには、サイクロトロンのような粒子線の供給源が必要である。高科学的合成法では、紫外光を必要とし、生成速度は、理想的状態で 1.22gh である。理想的な波長は303から313ナノメートルの範囲である。ここで特記すべきなのは2フッカクリプトンを作るのに、強力で有害な紫外線を使うという点である。 強力な波長を避けるために、パイレックスガラス、バイコールガラス、またはクオーツを使うと完全に主外交を防げるため、終量を著しく上げることができる。SA、キング系ドイ、あるの実験シリーズでの終量は、クオーツでは、平均1 5 8ラム h バイコール7913では、平均2 0 4ラム h そして、パイレックス7740では、 平均500ナノミリグラム H である。この結果より高エネルギー死外光を減少させると収量が上がることがわかる。高科学的合成法での理想状態はクリプトンが固体でフッ素が液体である 77K の時である。この方法の大きな問題は液体フッ素の保存と外圧かけた時の放出である。ホットワイヤーによる合成法では 固体のクリプトンと数センチのホットワイヤーを必要とし、そこにフッ素ガスを通して二フッ化クリプトンを合成する。ワイヤーには大電流を流すため温度は摂氏680度周辺まで達する。これによりフッ素は分裂してラジカルとなり固体のクリプトンと反応する。理想的な状態下での終量は 6gH である。 固体クリプトンとホットワイヤーとの間隔を 1cm にして、摂氏900度、センチメートルの温度勾配とするのが、理想状態である。この合成法の問題点は、正確な電気量を流さないと危険なことである。二、フカクリプトンは、α と β の二つの結晶構造が可能である。βkrf には低摂氏八十度以上、αkrf にはそれ以下の温度で、 安定的に存在する。αKRF2 の単位構造は、まさかと明らかである。AB ピアニッシモ、442-443、ハンドブックオブインオーガニック・ケミカルズ、プロティパトナイック、マグロープロフェッショナル200、2003 IS、ISBN0070494398、クロッセ、AV カーションバーム、AD ストレン、 A.G. ストレン L.V., クリプトンテトラフローライドプレパレーションサムプロパティーズサイエンス 1963, ボリューム 139, ページーズ1047から 1048, ドイ、10.1126, サイエンス、139.3559, 1047ハットレーマン、J.F. ディクソン、D.A. シュローブルゲン、G.J., レイクリスタルストラクチャーズオブアルファー K.R.F. に、 krf, mf6, ニクローネ f3, sbf6, krf2, ニクローネ f 3に、s b f 6に Kr Kr Kr、krf2, アンドニクローネ f3, アスフ 6, krf, アスフ 6, シンセシスキャラクタライゼーションオブニクローネ f3, pf6, nkrf2, アンドティーレティコル・スタディーズオブ krf2, krf, ニクローネ f3, アンドザ KRF、MF64 ペアズインオーガニックケミストリー2001 40,、ボリューム40、ページーズ3002から3017、ドイ、10.1021、IC001167、W-ABCDEFGHIJK、レーマン、ジョン、F、メルシエ、ハリーン PA シュローブルゲン、ゲイリー J、ザケミストリーオブクリプトン、 コーディネーションケミストリーリベス233から234、1から39、ドイ、10.1016、S0010 から8億5450万202から、3、ABCDEFGH キングケイド、SA フィッツパトリック、JR フォープーロス、JJr. キッサネ、RJ パーソン、D、フォートケミケル、アンドサーマルディソシエーションシンセシスオブクリプトン、 ジフロライド・イン・オーガニック・フラリーン・ケミストリー・トゥオード・ザ・21・ショートトン・センチュリー・スラッシャー・ヨゼフ・エス・シュトラウス・スティーブン、H ・エッアメリカン・ケミカル・ソサイティー・サンフランシスコ・カリフォルニア・199440から54ありがとうございます。